アブデュルメジと一世は、オスマン帝国の、第31代皇帝。第30代皇帝マフムト二世の子で、第32代皇帝アブデュルアスイズノニ。子に、第33代皇帝ムラと五世、第34代皇帝アブデュルハミト二世、第35代皇帝メフメト五世、第36代皇帝メフメト六世。1839年。 第二次エジプトトルコ戦争中、父、マフムト二世の崩御により、後を継いで即位する。翌1840年7月には、イギリスの朝廷の下で、ロンドン条約を結び、ムハンマド・アリーとは牧し、エジプトの世襲権を認めた。知性前半から中盤は、アブデュルメジト一世自身が、才能に長けて、改革に対する熱意も強かったこと、加えて、 父の知性から改革の基盤が整っていたこと、明細書と称されたムスタファレ氏とパシャの補佐と彼の西岡改革や近代化への権限もあって、積極的な近代改革に取り組んだ。まず、即位した直後には、ムスタファの協力とともに、ゆるはね直令を出した。これにより、行政、軍事、文化、財政、司法、 教育の様々な面に対しての改革を表明したのである。ドルマバフチェ宮殿1843年、アブデュルメジト一世は宮廷に仕えるアルメニア人建築家にイスタンブールを征服したオスマン帝国の目フメと二世によって造成された庭園に従来あった木造宮殿を取り壊し、新たな宮殿を建築するように命じた。同年に着工された このドルマバフチェ宮殿は実に13年の歳月の後、1856年に完成した。以降、1922年に、罰シで最後の皇帝メフメト六世が退去するまで、ドルマバフチェ宮殿は、トップカップ宮殿に代わって、オスマン帝国の王宮として利用された。1845年に、イギリス支配下のアイルランドで、ジャガイモ飢饉が起きたには1万ポンドの寄付を、 イギリス政府に申し出た。イギリス政府は、ビクトリア女王の2000ポンドの寄付を上回る寄付に、対して1000ポンドに止めるようにと返答した。すると、アブデュルメジと一世は1000ポンドの寄付に加え、穀物を満載した3隻の貨物船をアイルランドへ派遣し、アイルランド東部のドロヘラで積み荷を下ろした。アブデュルメジと一世ムスタファと協力して、トルコの近代化に努めていた ロシア帝国のニコライ一世が、トルコ領内のギリシア西教徒の保護を理由として1853年、トルコに戦争を仕掛けてくる。これが、クリミア戦争である。当初は強力なロシア軍の攻撃を受けて、連戦連敗したが、やがてロシアの進出を恐れた、イギリス・フランスのナポレオン三世サルデーニャ王国などの援助を受けて盛り返し、1856年には、勝利した。 そして、ムスタファを全権大使として派遣し、パリこれにより、トルコの国際的地位を高めたのである。また、この戦争の反省から、ギリシア正教徒の社会的平等を承認している。同年には、ヒキリスト教徒の外国君主としては初めて、イングランド最高位の勲章である、ガーター勲章を授与された。しかし、1858年に補佐役のムスタファが、 死去すると政治に対する関心を失い、改革を取りやめて、自身の快楽に対して、乱票を行うようになる。また、晩年には、キリスト教徒に対して、寛容策を表明したことによって、かえって反キリスト教徒的な一派からの不満が上がり、国内各地で暴動が起きてしまう。このような中で1861年、アブデュルメジと一世は39歳で崩御し、後を 弟のアブディル・アズイズが次いだ。アブディル・メジと一世が名君か、それともアン君かは、それぞれ評価する上で難しい。しかし、その知性における改革タンジマートによって、トルコがある程度は持ち直したことを見れば、評価されるべき皇帝の一人と考えられる。ありがとうございます。